どうも、ザンダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、突然ですが、前回、こういったコメントがありました。はい。いやー、めちゃくちゃ嬉しいですね。まあもちろん MW 上げててね、良かったなってこともそうなんですが、何よりその MW2 に繋がる動画投稿を、今のね、そのコールオブデューティー界隈でできてることが一番嬉しいですね。まあ貢献できてるかどうかなんて数値化されてないから、まあその一人よがりになるかもしれませんけど、まあ変わらずね、ちょっと次回作もこういった形で盛り上げていきますので、まあぜひね、ちょっと皆さんこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。ということで早速ね、まあ前回に引き続き、本日紹介する SMG はこちら。はい、おそらくこのゲーム内で一番バリエーションが作れるであろう SMG。 はい、こちらの AUG ってことで、まあ、元銃も AUG またはアウグーですかね。まあ、日本人はたまにアウゲって呼ぶ人もいるんですけど、まあ、正式名称がアーミーユニバーサルゲベアとなっております。まあね、もう今更で詳しい説明いらないと思うんで、まあ、ある程度割愛するんですけど、まあ、このゲームだとめちゃくちゃバリエーションがあって、まあ、元々ね、この銃自体そのシステムウェポンっていうね、まあ、少しいじるとどんな運用方法もできるよっていうのがコンセプトで、例えばこのゲームだとまずこの見た目、まあ、デフォルトがね、かなり珍しいステア AUG A3 9mmXS っていうタイプで、まあ、実際にこの銃あるんですよね。まあ、正直、このゲームで初めてね、このタイプ知ったよって方多いんじゃないかなと思います。僕も初めて知りましたね。で、次がこちらマガジンで 5.56 弾をつけることによって、まあ、皆さんいつも見慣れているアサルトライフル化ってことで、こちらがま、ステア AUG A3 ですね。で、さらにこちら専用サイトもありまして、はい、こちらをつけますと AUG の SF っていうタイプになるんですよね。で、さらにこちらドラムマガジンをつけて、最長バレルにしてあげると AUG A3 の LSW っていうね、あの、ライトサポートウェポンの略なんですけど、いわゆる分体進化器、まあ、LMG みたいな感じになるんですよね。で、本当はですね、こちら AR 枠に来れば、まあ、アサルトライフルって言ったらね、グレポンで M203 ありますから、まあ、これで AUG M203 っていうのも作れるし、あと、スナスカやね、そのバイポットもこちらのゲームアサルトでありますから、まあ、それつけたらね、完璧スナイパーライフル化っていうのもできるんですよ、AUG で。まあ、狙撃銃タイプっていうのがあったりとかして、いや、本当にいろんなバリエーションがあるから、次回作も登場確定してるんで、ぜひとも AR 枠でそれをやらせてほしいってところなんですけど、ただね、これ SMG だからこの銃強かったよねってところも正直あるから、だから SMG でよくねっていうところもあったんですよ、本当に。マジで強いからこの銃。そういったところをこの銃の魅力っていうのを紹介していこうかなと思います。はい、ということで、これからもですね、コールオブデューティーに関する動画ちょっと上げていきますので、まあ、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、参りましょう。さあ、では早速、僕も大好きなこちら、両マップでチームデスマッチ6対6やっていきましょうか。で、使っていくカスタマイズはこちらと思ったけど、見えませんでしたね。はい、多分画像貼ってると思うんですけど、こちら。はい。まあ、基本的にですね、この銃は 5.56 弾で AR 化して、最長バレで射程距離上げてあげないと、正直めっちゃきついですね。これでさらにモノリシックサップつけて、射程距離上げてもいいぐらいなんですけど、まあ、本当にね、アサルトとして生きるのがこの武器正解なんですよね。サブマガとして使うんだったら至近距離微妙だし、アサルトとして使ったとしても正直微妙なんですよ。キルタイムだけで言ったら。火力だけで言ったら両方とも火力だけ、正直微妙なんですよ。危ねえ。いるから、火力だけで言ったら SMG、AR どっちも至近距離、中距離、遠距離、どっちで考えたとしても微妙。そうまでいかなくても、まあ、他使うよねって、MP5 使うよねとか、M4 使うよねとかってなっちゃうんですよ。ただですよ、まあ、この銃あくまで SMG ですから、そう、まあ、5.56 弾って言ってますけど、あくまで元がサブマ。なので、よいしょ、声が出て取りま、さっきからしつけえぞ、てめえ！やばすぎー！こいつ、え？ロキラの命中精度やばない？あいつ。もうチータかなと思ったけど、直当てだよね、全部。やばすぎー。まあ、マグレと信じましょう。まあ、あくまでこいつはね、SMG なわけですよ。そう、AR の皮を被ったサブマちゃんなので、機動力めっちゃいいんですよ。エイム速度もそこそこあるし、危ね。そこそこあるし、ブレも実はそんなになかったりだとか、エイム時の移動速度がですね、あーこれ、ストッピングパウダーつけてる弊害です。そう。実はこれ、エイム時の横移動っていうのが、結構早いっていう。そう、AR として考えてもちょっと早いっていうのがあってですね。いや、こういう飛び出し位置も強いわけですよ。だから、こいつはあくまでサブマーなんですよ。で、サブマーとして考えたんだったら、え、強くねっていう。全然キルタイムあって、遠距離もやれて、何が悪いところあんのっていうのがあるわけですよ。これはちょっとアスバル。ただまあね、正直、アスバルとかが追加されちゃってから、至近距離アスバルでも強いし、遠距離アスバル強いからそっちでよくねっていうのあったりはするんですけど、初期の頃はやはり至近距離もある程度戦える AR 枠みたいな形になってたんで、そう、昔は強かった。いやめっちゃ強いなマジで。でどうしようかな、後ろもいるんだよな、見る。いやーそれ負けるか。
だからなかなかキルストたまんないね。けどまあ一応キルはめっちゃできてる。いや本当にね、見てもらったらわかるけどめっちゃ強いのよ。ブレないし射程距離ある AR けど機動力そこそこ SMG みたいな。え君何が悪いところあんのみたいな。サブマとして使えないぐらいでしょみたいな。そう超至近距離は戦えないよねっていうぐらいだから、そう、そこさえ目つぶれば全然強いっていうのが、やっぱねこれはやっぱガンスミス救われたよね。もうデフォの9ミリ状態だけだったら誰が使うねんって感じの銃だったんですけど、やはり 5.56 弾があったおかげで、ガンスミスがあったおかげでめちゃくちゃバイバイ未来っていう。カモン、はいこんにちは。でマスターいるからちょっと見る。ナイス味方カバーで外周多分こっちから来るから見る。さあ味方カモン、こっち来い。味方だよ、敵さんこっち来いと思って来てない。どうすかな、味方が多分リスポーン変えてるんだよね。なのでこっちで15手。はいカモン、絶対センター来るっしょ、あの RPG 野郎がよ。え来なくね全然来なくね。え、どうしたえ来た、あ来た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 、見てほらこれ15点なしで皆さんこれですよ。バケモンかよっていう思いませんか。いやけどストッパー使うか悩むな。使うか、ストッパー使うと一応ブレが実は上がるっていうのがあるんですけど、まあ、キルタイマックス上がる。来いよ、あーほらブレたもう。いやいやー、これのせいで左リコイルしたんだけど。そうなんですよね、ストッパー弾との相性はちょっと微妙かもな。今日2発キルなるよね確か、ならなかったっけ。まあそこら辺もちょっと議論中忘れちゃいましたね。射撃場が欲しいこのゲーム、とにかくそういちいち調べたりとかするのが大変だった。よーし、ナイスキル。で、そこもいるからジャンプし、ジャンプして、はい。ほら、見てこの強さ。ストパーダない方が強えな。同じキロとの打ち合い、同じ武器との打ち合いだったっけ、打ち勝ててるっていう。はい、エイムアシストつきました、頭のついさん。で、これ多分前出たら死ぬから一旦下がるわ。下がって、で、警戒されてるんよね、絶対。こういう時はクレーバーな立ち回りが求められる。これが MW。よいしょと。来いよ。カモーン。来た。お疲れ様さ、タバサ。で、巡航ミサイル出すか。オッケー。これで一旦敵の地図を見ていきましょうか。どこに持ってる？結構右に展開してるやつ、あ左の方も持ってんな。まそこでダブルキルコースでやらせていただきたいんだけど、はい2頭ものは1丁も得ず悲しいですね。1キルで後ろいるからやる。オッケー、よいしょと。でここでストッピングパワーだオンラインで。ちょっと敵の位置がわからんからここで待つわ。いた、負けたー。全部さこのうわー、キルストが溜まる前なんだよな。キルレだけで言ったら多分4号ぐらいあるんだけど、全部綺麗に止められてんな。いやここぞという時にさ、なんか俺毎回ストッパーつけてやられるんだよね。あ終わったわ、痛い命にいろいろ入れつつ、はい、こっち、打ち。敵もそこそこ上手いやついるんだよね。絶対打ち勝つマンスタイル。先打ち、こっちとほぼ同じ同タイムで打ってるけど負けるよ、みたいな。まあ、正直これは、誰も悪くない。僕の立ち張りが悪いだけ。エイム速度的なところで言ったら、ほぼ、ぴったりエイムで当ててるけど、負けてるから、そう、この武器がじゃあ、キルタイム遅いかって言われたら、先ほど言った通り、まあまあ、上位に入るぐらいに入ってるから、攻めれないんよね。まあけどやっぱ、アスバル使ってたら100勝ってるだろうなって場面は多々あった。ははは。それだけ言わせてほしい。まあ、アスバルゲーミングなんよ。ナイスみたいな勝つと、ごめん、カバー遅れる。うわー、そこに持ってるのくせえな。1枚。で、その奥もいるっぽいから、ゆっくりゆっくり見て、そこの頭出しを見る。いないね。投げ物投げてと。いない？大丈夫そうだね。いた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 。上がってるやついる。二人目も、やる！いやー、また RPG！ ほらね、こういう形で止められるんよな。まあ、V トールは正直ちょっと運ゲーみたいなところもありますから、ね、確実に出せるっていう保証はない。まあ、今回目つぶってやろう。勝ってるから。いるな。はい、ジャンプする。そこの頭出し来てない？投げ物投げて、いや、後ろもいるんだよな。いやー、投げ物投げてる間に。ということで、無事勝利。まあ、27キルなんで、チデスだったらめちゃめちゃ OK でしょう。さあ、では次、こちら、ラストのチームデスマッチ。ということで、このマップにぴったりな武器を用意しました。はい、こちら。32ラウンドマガジンの、はい、キムリ弾の方ですね。であと全部エイム速度アップ系、ということで。まあ、これはちょっとアップしてないんだけど、さすがにこれだけ一個付けさせてほしい。これないと、ちょっと射程距離厳しいので、これでやっていきましょうか。まあ、次こそ、V トール。ただまあ、ラストは正直、上に持ったら大体出せちゃうから、なあ、いけるかな。で、ここだったら、キルチェーンじゃなくて多分 EOD 一択かな。よし、行きましょう。あ、だいぶエイム速度上がったね。ふい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 。さあ、これでとりあえず、しょって、そこ突るか。よいしょ、投げ物投げて、そこ入れるじゃん。うん、ほい、いる。オッケー、1枚。2枚目いるけども、一体命の色と味方よーし、うわーダブルキルしたけども、SPR。やべ、スナイパーマップでもまだな。あれに止められたらキルチェーンというか、キルが止まっちゃう。あ、いるね。ました。まあ、キューミリ弾の方は、別弾めちゃくちゃ弱いこともないけども、さっき言った通り MP5 使った方が別に良くねっていう場面が多々あります。はい。ただ、機動力自体はね、全然早い方の銃なので、でしょう。まあ、機動力重視のサウマとして使ってあげるのもいいかなっていう。いるね。カモンカモンカモン。死んだかそいつ。念のためのセムテックス。ナイスキル！いいっすね。で、カウンター UAV 出していきましょうか。カウンター UAV オンラインで。で、まだそこいっぱい湧いてるから、この距離もやれてしまう、食えてしまうっていうのが、この武器の特徴。で、一旦隠れて、敵がやり過ごしたところを見ていく。さすがに
無理か。PK 無理は勝てんぜ。一体命はいるほど。いや、V トルチャレンジがなかなか難しいですね。まあ、一応ストッパーつけてるから、キルタイムは上がった。これでいくか。キルタイム上がってぜ。RPG アロがいる。やるじゃん。で、2枚目。あ、そっちもいる。やる。リロード。で、まだ奥いるから、それもやる。で、や、あー、どんだけ湧いてんねん、お前。これがラスト。読めへんわ、さっきのさすがに。まだ奥おったんか。4枚いたよね、多分。向こうから4枚ぐらい湧いてたよね。キルしてもなお奥で湧き続ける。ラストマップ。いや、6対6だからちょっとね、マップのバランス考えて、もうちょっと湧き自由にしてくれてもいいんだけどな。で、その奥いるの分かってるから、しっかりと見る。はい、しっかりとやります。これで多分最後なんだよね。あとは右から湧いてくる奴らばっかだから、ここ入って、入ってみる。いない。投げ物プレイ痛いのちょにロード。いるね。は？壁抜こうとしてくる。やば。いるな。向こうで湧いてる。で、味方がずっと上取ってくれてるから、ありがたいんだよな。いるね。味方そっち行ってくれてる？は？いやーもう、予想外の方向から来る。一人？二人は？やめて？上？上いるね。オッケー。取り回し重視でパーフェクト。で、僕いますか？いないね。はい、こんにちは。オッケーオッケー。で、カウンターまではたまんね。で、V トールも多分たまんね。こっからが問題。おーい！投げ物オンライン。うえー、キルできた。で、巡航出して、一旦敵の、左、ディスポイント確認しよう。まだ奥で湧いてるよね。一人、で、一人外周回ってきてんね。それ味方止めてくれる。で、そこに持ってる人いるからやる。よし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 。は？後ろまだ来てるよ。あぶねー！前出れねー、ここ。イモっていい？ちょっとごめん。SMG だからさ、ほんとは、とつった方がいいんだろうけど、イモるわ。イモらせて。こっち味方行ってくれてるから、あとここ見るだけ。カモカモカモ。ここだったら、ストッピングパウダー絶対つけた方がいい。悪魔のストッパー。さっき2試合ともストッパー使った瞬間に2回打ち負けて V トール止められたからよ。来いよ。味方がそこ行ってくれてる。よーしょー !V トール止まった鬼イモ。けど味方が V トール出してるから意味ない。よし、突ろーっと。イェーイ、走ってみる。だな。あ、え、上、うわー、上取られてんのかよ。こういう時に限って。いるね。もう俺は上しか見ない。はい、上しか見ない。はい、これで打ち勝つ。ゲーム速度、機動力で勝てるんです。そしたら、落ちました。よいしょ。受験生の皆さん、もう一度聞いてください。落ちました。はい。もう一度お聞きください。落ちました。はははは。待って、グー今時あれだよね、夏季講習とかで、ね、多分一生懸命頑張ってんだろうな。頑張れよみんな。よいしょ。ちゃんと勉強しないと俺みたいなゲーマーになっちゃうぞ。それは関係ないか。で、とりあえず V ドールを出したい。もうあと5キルで終わっちゃうからマジで意味ないんだけど、まあいいや。キルだけちょっとだけ上げよう。よし、ストッピングパワーだ、オンラインだよ。で、カウンターもしっかりと出して、カウンターじゃないわ、巡航ミサイルもしっかりと出して、最後のキル取っていこうと思ったら終わりました。はい。ということで、一応キル数自体はさっきとほぼ変わらず25キルってことで、まあ残念ながらちょっと30キルいかなかったんですけど、まあキル数出たし OK ってことで。まあけど9ミリの方もまあまあそこそこ使えたね、イム速度アップ系だから、なんか本当に反動制御のいい、まああんまブレない MP5 ってイメージがしました。ということで、キルレンゴ、アザマルスイスター。まあどっちがいいかは、それはもう 5.56 弾で60ラウンドつけてドラムマガジンで、まあ AR 化してっていうのが、まあ個人的には一番強かった印象があるんですけど、まあやっぱ改めてこうやって見るとちゃんとキーミリターの方の良さ見もありますのでね、あのこっち愛用してた方も多いのかなと思いました。はい、ということで皆さんはどっち派でしょうか。よかったらコメントで教えてくれると幸いです。ということで、これからもですね、まあコールオブデューティーに関する動画ちょっと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。